Hey guys! My customer is Chad. No, we are checking for you. We just need to answer a few questions. ということで今回は普通にハッピーフェイジの地球をやっていきたいと思います。まあ、変でしょ。全然あの2日疾病になっちゃった。まあいやまあ今回は普通にあのハッピーフェイジのジジイの続きということで、まあ今回は10番をクリアして、普通にあのチンチンよしやっていきましょう。うおー、すごーく、あのなんかエッチな色してるわよね、のび太さん。魔法普通に行くわ。オーマイガー。まあ普通にやっていくわ、のび太さん。私このステージすごーくちょっといやらしくてムラムラしてくるわ。ちょっと待って、この実況大丈夫かな。このままでいったら動画の広告剥がされないから大丈夫かな。まあ普通にやっていきたいきたいところでありまして、まあ今回はね結構簡単そうなステージなんで、絶対踏んじゃいけない。絶対踏んじゃいけない。あれなんか踏んじゃ、あ、これ絶対、おーいしょーしょーしょー、おいどうしてくるんだよ。まあすごくこのステージ簡単そうだから、まあ簡単なんでこのステージ多分今回も、はい、普通に行って、ちょやりすぎ久しぶりに、また危ない、まあ普通にやっていきたいところでありまして、まあこのステージの一番やばいとこはこれを踏んじゃいけないとこって感じするわ。落ち、やっぱりそうだった。俺の予測通り。あ、もうこのステージさ慣れてきてさ、もうなんか何がやばいとかをすぐ分かっちゃう。ちょなんかある。ボコボコ、めっちゃボコボコにされてる俺。すごいボコ、あ、おシェッ、オーマイガー。まあこのステージはすごくボクちゃんに似合うステージだから、まあ普通にやっていけたらなと。危ねえ。まあこのステージね、だいたい分かってきました。あの変なスイッチは押しちゃいけない。でここのあの後ろにあるなんか変なやつも行かない。これ踏んだら負けってことが分かったわ。よーし、完璧よ。でここに絶対これ出てくるんで、待ちながら行く。中町 JP。 おーシェイト、おーマイガー。まあ普通に、今さっきのですね、ミスも私はするところでありますね。痛い、やりすぎ。え、ちょっと待ってよ。あそこのとこで、あれが出てくるから、ちょっと語彙力おかしいんだけど、フェイク来るから、フェイクをちゃんと飛んで、で、真ん中で待つのかな、あれ。だいぶむずくない今回のステージ。あ、間違えた。まあ、簡単だよね、このステージ。あぶねえ。今もう、超すげえ握力で、ここのボタン押したもん。やばすぎ。で、ここちゃんと飛んで、真ん中であそこ待つのかな。待つ、あ、完璧すぎてクソだろう、ナンバリンシャンシャン。嘘、もうなんでトライデント飛んでいくんだよ。マイクラじゃねえかよ。ま、普通に一発クリアしていきたいところでありまして、あ、やべえ、ミスった。そうだった、俺としたことがよし、やっていくか。SQ ヒーロー、ちょ待ってね、久しぶりにね、前空気読みの動画で画廊の声真似したの。ただね、一部の人はね、久しぶりに画廊やって嬉しいですみたいなコメント書いて、私もちょっと本気で嬉しかったわ。でなんか最近荒野コードでもなくさ、画廊のコラボ衣装出てさ、うわマジかと思って見に行ったんよ。で俺画廊大好きだからさ、その荒野コードの画廊の衣装当てて声真似でやったらめっちゃ面白いんじゃねと思って、その荒野のね画廊の衣装見に行ったのよ。俺画廊大好きだから。で、そのね、画廊の衣装を見に行って、かっこよかったら課金しようと思って見に行ったんですよ。そしたら、まあ、荒野行動の運営さんにはちょっと申し訳ないんですけど、おう、ボコボコにされすぎだよって、なんで落ちんの？あ、死ぬ、あ、気持ち、めっちゃ唾飛んでる。
で、何の話してたっけ？画廊の、画廊の話やね、確か。で、その荒野の上には申し訳ないですけど、まあ、スキルブスじゃねえかよと思って、あの、もう課金しねえで怒って思いました。やべ、普通に本音言っちゃった、やっべー、干される、干されるって感じなんですよね、普通に。まあ、で、その画廊の久しぶりにあの、声真似をしたやつなんですけど、まあ、俺聞いてて、あの、画廊の声真似で、たぶん、やべ、見せてた。声からアクセス高いのにしとこう、また。またさ、あの、これやってる途中に電源落ちるとかさ、あの、またあの、ハプニングを入れてさ、あの、安倍晋三出てくるから。もう本当にやめてほしいよね。で、そう、そんな感じで、あの、画廊のあれなんかもう、どこまで話したかわかんないから、もういいや。そう、そんな感じですね。でね、あの、さっきあれ見てます、みんな。東京マンジリベンジャーズ。あれ、マンジ読まないらしいんですけど、俺結構昔からあれ読んでて、ずっと東京マンジリベンジャーズ。もう訳して東マンって言ってたんですけど、あれ、マンジ読まないらしいですよ、皆さん。あ、やめにした！うわ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 お前、またお猿さんになりやるだろ。何言ってんだろう、俺、普通に最近。よし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 。で、その東京マンジリベンジャーズのマンジを読むか読まないか事件があって、で、なんか東京マンジリベンジャーズってさ、あの、俺、昔からもずっと読んでて、お前より先に見てっからなみたいな感じなんですけど、なんかそれ友達に言ったんですよ。友達っつって、まあ、あの、ネットのね。友達に言って、東京マンジリベンジャーズ知ってるっつったら、え、それってマンジ読まないんだよって言われて、はみたいな。お知るか、そんなみたいな。お前、マンジって書いてるから、読ませろよ、おげーと思って。まあ、そんな感じですね。ちょっと最近あれでムカつきましたね。そんなことで怒んない、カス。あぶねー！で、ここトライデントゾーン、トライ、一撃！本当に言ってる？マジ？むずすぎん、ここのステージじゃ。ちょっとやばい予感がしてきた。あれ、一撃で、ブーンっていくと思わなかった。あ、これやばい。おいしい。あ、気持ちいいわ。ちょっと本当にやばいやばいやばい。これやばい。また1時間ぐらい動画撮影するかもしれない。本当にそれだけはやめてほしいわ。使われるのも30分ぐらい。いって、おい、バカバカ！お、ボコボコにしすぎだよ、おい。ちょっとは、お前、人の心を持てよ。あ、人じゃないか、君。君人じゃないのね。あ、俺猿だったりするにミスった。そっかそっかそっか。やっていこうか。ちゃんと止まります。ちゃんと覚えてます。で、ここで、ガチャン、オッケー。あ、最近って言えばね、皆さん、俺、妖怪ウォッチを買ったんすよ。あの、みんな知ってる人は知ってると思うんですけど、俺、編集に妖怪ウォッチの音楽を使いがちなんですよね。で、その妖怪ウォッチの音楽にハマっちゃったせいで、妖怪ウォッチしたいなと思って、妖怪ウォッチ配信でしたら絶対面白いなと思って、妖怪ウォッチを買ったんすよ。5000円ぐらいで。やばそう、やばそう。そうそう、妖怪、あ、ちょっと待って、お前何してんの、え、死んだのこれ。で、妖怪ウォッチをね、5000円ぐらいで、あの、メルカリで私購入いたしまして、で、あ、3DS と合わせてね。で、その、配信をしたいなと思ってたんですよ、3DS でね。うっそ、お前、それで死ぬの弱くね？あ、死んじゃう。で、その 3DS で、妖怪ウォッチの配信しようと思って、まあ、つい昨日届いたんですけど、妖怪ウォッチ。で、その、妖怪ウォッチのね、配信ができるようなやつはどうすればいいんだろうと思って、すげえ上登れた。で、それについて調べてたんですよ。そしたらなんか、チートかなんか使わないと、配信できるの難しそうで、あ、チート入れないといけないんだと思って。でも、配信するには、まあ、チート入れてもいいかと思って、そのチート入れようと思ってね。うそ、本当に一撃、うん、ひじき、俺のチンチンはひじき、あんちょっとすごくね、今の即興だよ。で、その 3DS を買ったわけですよ、チート入れようと思ってね。で、そのよく見てみたら、なんかニュー 3DS じゃないとダメみたいな書いてあって、ちょっとニューかなんかオールドか俺よくわかんないんですけど、俺の買ったやつはニューかオールドかよくわかんなくて、調べたらオールドらしくて、それでなんか配信できないっぽいんですよ。で、はぁと思って。うわぁ俺の5000円は気づいてない動かない人間みたいな感じになってて、なんか俺配信できないっぽいんですよ、妖怪ウォッチの俺が持ってるやつじゃ。はぁと思って。うえぇ、これできねえなみたいな。俺じゃあただ5000円 3DS 高校3年生になって買っただけじゃんみたいな。バカじゃねえかよみたいな感じになってて。で、またニュー買おうかなって思う。今すげえ悩んでるんですけど、まあなんかでも、俺も妖怪ウォッチやりたいしなと思ったんで、あのニュー 3DS 買うことにしました。ああ死んじゃった。だからあの皆さん、あれこれ動画外になっちゃうから、あのちゃんとあれになって話す。だからね、あの皆さん、あの妖怪ウォッチのね、あの配信ちゃんとするんで、あのちゃんとあの妖怪ウォッチの
機材ちゃんと買うので、見に来てほしいってありますね。そういう感じ、そういう感じっすわ、本当に。普通に5000円無駄にしちゃったんだけど、もう泣きそう。普通にどうしよう。でも、ニュース 3DS 買ってチートがこれで入んなかったら、俺1万円損することになるから、もうそれはそれで、まあ動画のネタになるから、動画のネタっていうか、このトークのネタになるから、まあいっかーと思って、まあ5000円でトークのネタ、おー5000でトークのネタをね、あ、ちょっと待ってね。これで、ちゃんと5000でトークのネタをね、変えたら、まあ、変えたからいっか、みたいな感じのポジティブシンキングピーポーなんで、俺は。そういう、やりすぎ！そういう類の人間なんで、まあ、普通にいいかな、という感じで思ってますね。どうですみんな、妖怪ウォッチ知ってます皆さん。妖怪ウォッチの本家元祖真打の、あそこから俺やろうと思ってて、そう、あそこ大好きなんですよ。俺が小学校3年生か4年生ぐらいの時に、そう、その時ぐらいに始めてて、もう音楽が好きすぎて、また始め、ここやばい。薄くなって、ここ。はい、完璧すぎて、クソワロトゥー！これ絶対行っちゃいけなくて。いや、これ行った方がいいのか、助走つけて。ちょっと助走つけてもう一回リベンジ。東京マジリベンジャーズしたいと思います。はい。あ、いけそういけそう、ゴールの予感。みんな、スタンドアップ、スタンドアップ、ウキドラにスタンディングオベーションって感じで、妖怪ウォッチの話の続きが終わってないんで、ちょっとここで話すんですけど、まあ、3DS のね、妖怪ウォッチ、機材ちゃんと詰めるので、みんな見に来てほしいところ、ありますね。生放送したい、あります。ここまで見てくれて、サンキューな、生きてっか、やべ、また普通にマイク殴っちゃった。さて、来週ののびちゃんは、どうも、ドラえもんです。今回のこのハッピーエイジの動画、どうだったかな？ものすごく簡単だったよね。あとさ、妖怪ウォッチあれちょっとすんごく悔しいから、絶対にリベンジマッチしてやるんだ。まあみんな待ってて。次回ののびちゃんは、雪ドラ大暴走。雪ドラが巨人になる。落ち込む変なとこに出してしまうの3本でお送りいたします。次回もまた見てくださいね。それでは行きますよ。最初はじゃんけん、ヘイガイチ。